ご視聴あざます、しです。今回は有名フェミニストさん、モテない男性を羨んでしまうについてまとめました。今回はフェミニストで有名な勝部元気氏による最近の投稿を4つほど厳選して取り上げたいと思います。モテない男性を取り上げてそれを羨んでしまう、どういう考え方なのか見ていきましょう。では早速いきましょう。11月4日投稿文、勝部元気氏のポストより引用です。モテない非モテだと嘆く男性は多いけれど、むしろ彼らが羨ましいという話で友人と共感した。だって繁盛店になると味が好きだから来る客よりも繁盛店だから来る客が大多数になるように、モテると価値観や相性がある人とマッチングしにくくなるから、非モテはむしろ恵まれています。どうすんのこれ。知らん。言いたいこととしては、個々人で好みが合うタイプの男性と、異性へのアピールが上手なタイプの男性がいると。そして異性へのアピールが上手なタイプの男性はモテる可能性が高いんだけど、個々人で好みが合うタイプはモテる確率が低い分、男女間の相性が合う可能性が高いと。だから非モテはむしろ恵まれてると。ほん、いや、まあ確かに言ってることは一理あると思います。間違ってるとも言い切れない内容だと思いますよ。でもしが気になったのはちょっと別の部分でして、その部分はこちらです。むしろ彼らが羨ましい。つまり勝部氏ご本人はモテていると、ご自身は繁盛店であると。砂場の山くらいの高みから見下すな。なんかこう、確かに一理あるとは思いつつも、彼らにとっても余計なお世話だからほっときなさいよという気持ちでいっぱいなんだけど、どうしたらいい。そんな勝部氏のポストに対してのリポストを紹介していきましょう。大きくなりすぎた金魚とかけまして、こじらせた女装フェニキスと解きます。その心はどちらも救えません。防衛反応が働いたんだな。自分を慰めたくて泣きながら書いてるかもしれない。つまりこの方は恵まれてるってことですね。友人いるんですかね。マッチングアプリ使ってるっていう告白。皆さん各々思うところがあるんでしょうね。それぞれがそれぞれで様々な感想を述べてくれました。では勝部氏の別のポストも見てみましょう。私は温泉が大嫌いです。全身脱毛に通い、処方されたエモリエントとモイスチャライザーで毎日全身保湿しているのに、していないおじさんたちの赤や皮脂や体毛が浮いた湯船に浸かるのが本当に気持ち悪くて、なので日本社会が温泉イコール癒しイコール皆が好きという前提で話しがちなことにも拒否感があります。どうすんのこれ。知らん。個人的な話なんですけどね、最初このポストを読んだ時、全身脱毛に通い処方されたホリエモンって読んじゃったんですよね。いろいろこじらせました。全身脱毛に通い処方されたホリエモン氏を想像してしまった方々を中心に、なんかすいませんでした。ただなんでしょうね、勝部氏も勝部氏でなかなかになかなかな感じがいい感じだで、いわゆる潔癖症の方々ってお風呂だったりトイレだったりが共用のものを使うのに抵抗があるというのはよく聞く話なので、それ自体は珍しいことではないと思います。でも何でしょうね、このホリエモン、元エモリエントとモイスチャライザーだとか、おじさんたちの赤や皮脂や体毛だとか、言う必要のないであろう情報で取ろうとするマウント、この隠そうとしても隠しきれないフェミさん特有のフェロモンとズンダモン、一朝一夕で醸し出せる雰囲気ではない匠の技を感じてしまうわけです。ではこちらのポストについたコメントについても紹介していきましょう。エモリエントとモイスチャライザー使ってるのくさ。温泉が多い日本からどこか温泉がない場所に移住していただかないと。なら家にでけえおけでも置いて水行でもしてろって思う。自宅の風呂にはスクリーンでも入れればいいのだ。見た目は違っても出ている成分一緒なのにね。温泉はそっちに入るんですね。いや、トイレは両方に入ってたな。では次のポスト行きましょう。パウダールームを女子トイレに設けて男子トイレには設けないことで、男性に対してあなたたちは身だしなみ適当でいいですという男性と権威意識の吸い込みをしている。どうすんのこれ。知らん。いや、なんかさ、こういう考えに至る思考構造がなかなかにあれな感じなんですけど、どうやったらこの境地にたどり着けるんですか。死は人生3周くらいした後に1億年も単押さないと無理な世界な気がしてます。他人の施設を使わせてもらうんだから、そこにあるものを使う、ないものはないんだから諦めるか、それで困るんなら自分の家から持ってくればいい。ただそれだけのことに対して、なぜ特権意識という単語にたどり着いたのか、わらしべ長者もびっくりですね。なんかアルミホイル巻いてそうだな。つうかそれって特権なのか。しょうがないから女子トイレでパウダールーム使ってますってこと。私も使いたいと素直に言えばいいのに。単に店のトイレ等でもメイクを直す人が多いのに、法で設置を義務付けられてないから、あくまでも善意で設置してくれてるだけなのに、こういうわけわからないことを言う人がいると撤去されたりするんだよね。迷惑だからマジでやめてほしいわ。相変わらずこの人は賢そうなことを言おうとして大外ししている。放っておきましょう。これまでなくても何の問題もなかったが、身だしなみがダメなやつはどんな設備を整えてもダメだろう。それは男女関係ない。では次で4つめ、これがこの動画最後の魂の叫びになります。先日うつかりおじさんに遭遇。
体重の軽い私は基本的に当たりに弱いのですが、その日はたまたまキャンプの荷物を一式背負っていたため、ぶつかってきたおじさんの方が吹っ飛ばされるという愉快な光景を拝めることができました。お前もぶつかりおじさんなんだわ。やめとけやめとけ。でもあれですね、ぶつかったのが交差点だったら運命の出会いだったのに、食パン加えてたらなおよしでしたが、むしろ近いのはぶつかり稽古の方でしたね。それと物理的な話をすると、重心が低い位置で体重が増えたら確かに吹き飛ばされにくくなりますけど、重いものを背負ってたら逆にバランス取りにくくて吹っ飛ばされやすくなると思いますよ。おじさん VS おじさん、ぶつかりおじさん同士のベイブレード感ある。ネットの世界で当たり屋ばかりしてる。体重軽いってアピールしたかっただけ。あのさ、仮にぶつかりおじさんがわざとぶつかりに行ってるのが正しいとしてさ、キャンプバッグ背負った赤い髪の毛のおっさんにぶつかりに行くか。とりあえず吹っ飛ばされた方が気の毒でしかない。おじさんとおじさんがごっつんこ。現場からは以上でした。ではスーパーサンクスの紹介です。以下ユタボン氏の収益発表に対するコメントです。トム様、スパさんあざます。霊剣募集、動画内でも触れられていますが、あくまで家庭の1ステップに過ぎず、合格そのものに対しても年齢などからもおめでとうではなく、ふーん、よかったね程度止まりなのよね。そうなんですよね。高卒認定試験の時も過剰に有言実行って叫んだ結果、おそらくそれをたしなめた声があったんでしょうけど、それに対して高卒認定なんてアホでも受かるって言ってる人たち、学校で何を学んできてですからね。まず君がちに足つけて一つずつ学びなよと。しかし毎度で申し訳ないですが、無論収入がこれだけのわけもないのですが、中村家はどうやって生計を立てててるんでしょうね。母親の清美氏はこの度出産したことが分かりましたので、ここ最近は身重の体で家には育ち盛りのお子さんが4人、仕事は実質無理だったでしょう。とりあえずユタボン氏の年何回かある案件、それと水は雪屋氏が働いてると予想してますので、雪屋氏の収入がメインだったのではと思います。あとは言いたくないけど、一部他人から得た示談金ですかね。この子は何か新しいことやろうにも、今までの積み上げが全くと言っていいほどないので、何も新しいことを生み出せないイコールこのまま右肩下がり約束されているが、約束されている信じろ公文ようなものなのがね。いろんな経験をしてきたと豪語してる割には、その積み重ねが垣間見れるような状況がないこと、それに雪やしやゆたボン氏が具体的な成果を上げられていないことがその証明だと思います。この子が少しでも浮かび上がろうとするなら、霊剣募集とかどうしようもないレベルの成果ではなく、世間的に年齢ふさわしい以上と認められる成果を当てて、初めて評価は向上するのではないでしょうか。一番わかりやすいところとしては、たった一つでいいので誰にも負けないくらいの長所を作ることだと思うんですけど、努力することは悪いことではないとはいえ、言い方は悪いですけど、今5級だの4級だの受かっても何か変わるほどでもないんですよね。一歩一歩確実に歌うなら、まずは自分はどこにいて、どこへ向かっているのかをはっきりさせないと、今まで同様あさっての方向へ、瞑想への道を一歩一歩確実に踏み出してるだけだと思うのです。一番大事なファーストステップを踏めてない。結局最終的なゴールはどこなんでしょうね。現状把握している限りですと、大学でアマチュアボクシング、もしくはプロボクサーなんですけど、そこへ向かう過程が英検というのが謎すぎます。11月の衣装案、メンバー限定配信でも結構あるのですが、それでもチェック側の秋服姿が見てみたいです。衣装案あざます。面試部アンケートは追ってさせていただきますね。今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメント、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。